お前たち見た目はどうあれ、そいつらは一応体調格、油断するな。隊長、この3人は私がやります。隊長は奥のエスパーダを行かせるから。待て、イクサカレイオーと骨の一点まで鉄壁とせよ。ソイフォンたちはどうやら片付けたようだが、松本の方は随分苦戦してるみてえだな。部下のことが気になるか。私と戦うならば集中しろ。死ぬぞ。何があった？知らねえな。随分と集中力が増したな。アパッチ、スンス、ミラローズ、よく戦った。まだ3番目か。バイグレンスモーレンバラン。くそ。オーラアズール。こんな連中にアパッチたちはやられたのか。パッチたちは終わらせる。ティグロ、撃たせてもどういうことだ。見誤るなよ、俺たちの力。三人の仇解放して、いきなりあんなに攻撃の速度と射程が上がるとは思わなかった。氷の巨像。アリベルのやつめ、派手に始めおったな。パーダにはそれぞれが司る死の形がある。虚無、絶望、破壊、陶酔。ハリベルの司る死の形は犠牲。ただ水を自在に操るだけじゃ、いつまで経っても俺には届かねえぞ。そんな挑発に乗って間合いを詰めると思うのか。イルビエンド、カスケード、出てこい。その程度で私を欺いたと思っているのか。あの威力に巻き込まれたらひとたまりもねえ。これは波の防御じゃ太刀打ちできねえな。何をやっている。敵の武器が己の武器になりうるなら逆もまたしかりか。
大量の戦術を行う時こそが最大の危機。こいつも戦いの鉄則だ。ラゴータ、むやみに技を出しているとも思えねえ。かといってこの技で俺を仕留められるとも思ってねえだろ。セル、逃げるのは終わりだ。ちまちました戦い方しやがって。てめえも俺と同じことを待ってんだろ。一撃必殺の技のためにこっちも考えなきゃなんねえってだけだ。何やら策でも浮かんだか。本当はな、水を待つ必要なんか俺にはねえんだ。仲間に被害が及ぶから躊躇したのか。うるせえ、てめえの知ったことか。自由に判断すればいい。これならどうだ、千年兵糧。これがお前の出し得る最大の手か。何、こちらから行くぞ。しまった、くそ。流線か。その程度の技で止められると思うか。隊長、シロちゃん、あのカスケーダを粉砕したか。我々の存在は尊い犠牲の上に成り立っている。私の部下はただやられたのではない。もし私が敗れれば部下の犠牲は全て無駄になってしまうということだ。そんなことは分かってるよ。そのダメージでは全力で戦うことなど無理だろ。無駄なこと。俺の漂流魔よ、氷雪系最強。全ての水は俺の武器だが、後ろの評価がだいぶ散ったおかげでどうやらその心配も杞憂に終わりそうだ。名を聞いておくぜ、エスパーだ。トレス・エスパーだ、ティア・ハリベル。これは、この霊圧は室ヶ谷隊長の。氷点百花草、てめえの命は消えている。悪いな、部下の仇は打たせてやれねえ。隊長、ここはもういいです。行ってください。キラ、行ってください。本当に待てー。